はい、おはようございます。姫哲也です。ドリフトドライブやってます。今日はですね、名阪です。D1 ライズ、ラウンド2、はい、日曜日です。今日はあいにくの雨、はい、昨日の夜からもう今日一日ずっと降るそうです。ですので一日ウェット路面で大会です。今回ね、ガレージ松山さんがですね、ちょっとね、ニアの足回りをね、持ってきてくれたんで、それをちょっとお借りしてですね、雨セッティングを大幅変更で、はい、臨みたいと思います。でね、ガレージ松山といえば、はい、AE86 チャンピオンズカップ、はい、2クラス優勝の、はい、トヨタ選手がですね、今回アドバイザーとしてというか、メカニックとして、はい、来てくれてます。まあね、本当に力強い協力者なんで、今回は走りに集中できるのかなと思いますんで、いい走りをね、はい、したいと思います。はい、おはようございます。チャンピオン、おはようございます。今日はメガニックです。角度、はい、なんとか
ふらつかずに。ちょっと第一層がね、はい、もう出たんじゃないでしょう。いや出ましたね。もう一度出た。多分出ましたね。通ってないね。入れ替えるに本命、この後ろが前で君の選手や後ろが
そういうとこあるな。ということでベスト4進出、山中真央です。はい、ラウンド2の雨の名阪の、はい、岩のやつでした。今日はですね、ツイスト残ったんですけど、またベスト8負けちゃいました。はい、でね、今表彰式やってるんですけど、僕らはもうビットに戻ってきます。はい、今日はね、いっぱいね応援団来てくれたんで、感想聞いてみますか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れです。はい、感想聞かせてください。感想どうぞ。感想、感想どうぞ。いや、でも楽しかったね。はい、楽しかった。とりあえず、とりあえず、おまた飲みましょう。反省会。反省会。あれ CEO キムヤさんスピンしちゃったんで、スピンしちゃったんで、それ結果だからね。反省会、反省会。でも楽しかったね。いや、ライツどうなんですか。ライツ、いいっすね。なんか身近に感じた。レベルとかどうですか。レベルはね、まあ、いけるかなこいつならいけるかなどうチャンピオン、チャンピオン、チャンピオン。まあ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 、あとはあの道具だね。そうっす、腕より道具なんだよ、本当に。マシン、マシン。でもどう、86、戦える。86ね、まあいろんな意味で厳しいですね。いろんな意味で、やっぱり、まあね、やっぱりもう動かし方が全く違うからね。そうだね、競技違うよね。そう、だから違う車であの練習してないからねチャンピオン。いやでもやっぱり真剣にやって負けると悔しいですね走ってなくてもそうだよね、はい、なんかライツ出る可能性とかあるんですか。ないっす。あれって言ってますが、どうなんですか。皆さん、金数が貸してるの。いいよ、別に。いいでも、全然競技違うけど、いい俺たちだけ違う。マジで。ヒミノさんで勝てんくて、お前勝ったらもうヒミノさんの上に来る。そうですね、もう鼻がなんか伸びます。全然あるよ、全然あるよ、全然ある。じゃあ俺全部出れないからさ、だからねえねえ、ほんと寝返ってるしてないから貸せますよ。まず権利を取るって話ですね。そういうこと。来年か。そっか、地方選出て。地方選出ます。地方選出ます。まあでもね、なんか成功があったら出て取れば一瞬で、まあその可能性はゼロじゃないんで、はい、まあ出たいっていう感じで、はい、わかりました。はい、頑張りましょう。はい、どうですか社長。いや楽しかったですね。うん、結局木曜日、金曜日、土曜日、日曜日だもんね。そうですね、ありました。4日でもうライツを吸収しました。どんな、どんな、でも初め来た時全く無知じゃん。そうですね、そうですね。で今どうなん、だいぶ知識、もうライツの知識が入りましたね。初めは FDJ の感覚で見てたんですけど、やっぱ今はもうライツってこういう走りだっていうのが分かったんで、なるほど、はい、ちょっと僕の予想は今日は外れちゃったんですけど、なるほど、ね、1位が8番の日々だったので、外れちゃいました。ベスト8に負けちゃいました。はい、ごめんなさい、本当、はい、また熱い走りを楽しみにします。はい、そうですね。ライツもチャレンジするんですか。そうですね、来年頑張りたいです。はい、よろしくです。ありがとうございました。